青梅はアク抜きと下処理が大事。簡単カリカリ梅、ターンとお食べやす。皆様こんにちは、チャッキーです。はい、今回は5月6月になったらスーパーなんかに出回るこちら青梅、この青梅を使ってカリカリ梅を作ろうと思うんですが、こちらの青梅ね、この時期しか出回らなくて、梅酒をつけたり梅シロップを作ったりとね、本当今の時期だけ作れる、出回っちゃう食材なんですけども、この青梅きっちりね、下処理下ごしらえしないと、ものすごくアクが強いですね。この青ければ青いほどアクが強くて、まあ、食感もカリカリなんですけど、今回はこの青梅のアク抜きから下ごしらえの方法を紹介しながら、最後に本当簡単に作れるねカリカリ梅、まあ、醤油漬けにするんですが、本当青梅とあるものがあるだけで簡単に作れちゃいますので、その作り方も紹介させていただきます。本当ね、ご飯のおかずやね、おつまみに抜群のカリカリ梅なんでね、ぜひ最後まで見てください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それではこちらの青梅のまずはアク抜き下ごしらえからやっていきます。今回カリカリ漬けにする分量などはもうほとんどね適当で大丈夫なんで、一応説明欄にも記載しておきます。まずはこの青梅を、はい、こちら大きめのねボウルにたっぷりと水を張ってください。この中に青梅ちゃんをドボッと漬け込んで、さささっと洗っていきます。はい、青梅の方を水に放ってください。そうしましたらシャシャシャーっと混ぜ合わせながら、軽く表面をね手のひらでなぜる感じ、全体的に優しくね洗います。そしたらこのお水、きれいなものと取り替えてください。こんな感じでシャシャシャっと洗います。この時ね、こういう表面が傷ついてたり、ちょっとカビ生えてるのがあったら取り除いておいてください。はい、こんな感じ、表面をさささっと洗ってあげて、お水をきれいなものに取り替えましたら、まずはこの状態で2時間から3時間お水にドボッとつけておいてください。あの梅の方沈むと思うんですが、できるだけ浮いてこないようにね、キッチンペーパーとかかぶしといても大丈夫です。しっかりお水にドボッと漬け込みながらね、2時間から3時間漬けておいてください。この青梅の色が青ければ青いほどアクが強くてカリカリしてるので、しっかり抜きたい方は3時間ぐらいね水に漬け込んでおいてください。はい、こちら2時間ほどねしっかり水に漬け込んだ梅、これでアク抜きはバッチリなんで、この中の青梅をそーっと水から引き上げてください。はい、こちらバットなどに清潔なタオルを引いていただいて、青梅ちゃんお水から引き上げてね、このタオルの上に乗しちゃってください。はい、できるだけ広げて重ならないように、はい、こんな感じで全て乗っけちゃいます。そうしましたら、これから1時間ほどかけて自然乾燥させていきます。時折ね、コロコロコロっと転がしながら、全体的に空気に触れるようにして、いい感じに自然乾燥させてください。はい、そしてね、この乾燥させている間に、こちら見てください。この梅の枝の切り口、まあ、外したところですね。この部分が、ちょっとね、えぐみなんかが強いので、こういう爪楊枝や竹串で、ここね、ピンとこう、つっついてあげると、ポロッと外れちゃいます。できるだけ周りの果肉を傷つけないようにね、こちらを取り外してください。もう初めから取れちゃってるものもありますけど、結構いっぱい残ってると思いますんで、ちょっと爪楊枝や櫛でこうほじる感じ、こうしたらポロッと外れちゃいますので、これをすべてね取りながら、まあ小1時間ほどかけながらね、表面の水分を自然乾燥させます。枝の切り口がね残ってると、梅酒とか、まあ、これからカリカリ漬けにしていくんですが、その時にね、ここからものすごいえぐみなんかが出てきて、仕上がった時にちょっと美味しくなくなっちゃうんで、このヘタのところは先っちょの尖ったもんでポロッとね、もうすぐに外れちゃいますんで、しっかり取っておいてください。はい、こちらね、時折こんな感じでコロコロと転がしながら、小1時間ほど風通しの良いところに置いて表面を乾燥させました。乾燥させながらね、梅の実をもぎ取ったところのヘタを取り除いていただいて、これでね、この青梅のアク抜き&下ごしらえ完了です。
ここまでできましたらやっとこさ、この状態であの梅酒をつけたり、梅シロップにしたりね、まあ梅ジャムや甘露煮とかいろいろ使えますが、今回はマジで簡単で美味しい青梅のカリカリ漬けを作っていきます。はい、まずはこちらね、清潔にしておいた保存瓶、あ、タッパーとかでもいいですけど、できたら保存瓶がいいですね。もしくはジップロックなどの空気をピチッと抜いてあのしまっとけるものがいいです。はい、そしてこのね、きっちりアク抜き下ごしらえしたこの青梅ちゃんをポロポロポロっと保存瓶の方に入れてください。はい、こんなもんでいいかな。いい感じに出ます。はい、そしたら今回は醤油漬けにするんですが、めちゃくちゃ簡単で美味しくなるのが、はい、こちらめんつゆね。今回はミツカンの追いガツオつゆ酢、この2倍濃縮を使います。たったこれだけです。この保存瓶に入れた青梅ちゃんを、こちらめんつゆね、この2倍濃縮とか3倍濃縮がおすすめです。ストレートタイプだとこの梅からも水分が出てきて薄まっちゃうので、濃いめの方がいいです。はい、あとはドボ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 ーっとね、めんつゆを注ぎ入れてパンパンにいっちゃってください。しっかりつけます。はい、この状態、青梅をめんつゆで漬け込んで、しっかり蓋をしておいてください。よっこい、小一と、はい、これで OK。 あとはね、この状態で、そうですね、ちっちゃいね、あの小粒タイプの青梅を使う場合は1日ぐらい、まあ今回ぐらいのね、大ぶりでもなく小粒でもなく中間ぐらいのもんでしたら、まあ1日から丸2日冷蔵庫でしっかり漬け込んでください。大きいね、梅でしたらもう3日ぐらいは漬け込んでください。そうするとこのめんつゆのいい感じの醤油ベースの味が梅とね、見事にマッチして、めちゃくちゃ美味しいカリカリ梅になります。ほんともう冷蔵庫でね、じっくり漬け込むだけです。そしてなんといってもこの一緒に漬け込んだめんつゆ、これがむちゃくちゃうまい。この青梅の爽やかな香りが広がってね、この漬け込んどいためんつゆを豆腐にかけたり、そうめんやうどんなんかにかけて食べると、ほんと爽やかでね、むちゃくちゃ美味しいめんつゆもね、同時にできちゃうんで、ほんと優れもの。もう初夏のね、青梅、ほんと今しかできないんで、ぜひ一度作ってみてください。はい、そしてこちらがね、ご自宅に簡易的なもので構いませんので、真空パックにできる機械をお持ちの方は、少ないめんつゆの量で漬け込むことができるんで、こちらもおすすめです。真空パックにしとくことによってね、日持ちもかなりします。もちろんジップロックに入れていただいて、できるだけ空気を抜いて密封しておいていただいてもね、少ない量のめんつゆでできますが、私のおすすめは、はい、こちらね、たっぷり清潔な保存瓶にめんつゆと一緒に漬け込んでください。ほんとね、このめんつゆにね、爽やかな梅の香りが移って、めちゃくちゃいい状態のね、美味しいめんつゆも同時にほんと出来上がるんで、これが最高にうまいんでね、初夏のね、青梅の爽やかな香りを楽しみたい、そんな方はぜひやってみてください。もちろんこのカリカリ梅の醤油漬けね、ご飯のお供やおつまみに抜群なんで、ほんと一回に作ってみてください。それでは今日もポーチョ炊きます。